時は2022年7月8日、奈良県奈良市の近鉄大和西大寺駅北口付近の路上で、元首相の安倍晋三さんが選挙演説中に銃撃され死亡します。犯人はなんと当時41歳の無職の男性、なぜ平和な日本で政治家が襲われるなどという凶行が起きてしまったのか、捜査が進むにつれ、犯人の悲惨な生い立ちが犯行動機に大きく関与していることが判明しました。これは本当にあった悲しすぎるストーリーである。僕の名前はズンダモン。奈良県で警察官として働く58歳の男の子。今日から来る新入りの指導係になったから、しっかり仕事を教えてやるのだ。失礼します。今日から配属になりましたので、ご指導よろしくお願いします。よろしくなのだ。早速だけど、この、警護室がどんな仕事をする場所か知ってる？もちろんです。警護計画の作成や警察庁との連携を担うほか、警護能力の向上を目的とした訓練を行うんですよね。その通り。じゃあ、警護室が発足するきっかけになった安倍晋三銃撃事件のことも知ってる？はい、元自衛官が自作の銃を使って演説中の安倍元首相を撃ったんですよね。民主主義に対する挑戦といえるような事件で絶対に許せません。うん、ある程度の情報はあるみたいだけど、この警護室で働くならもう少し深く理解した方が良さそうだな。本当は自分で調べてほしいとこだけど、今日は配属初日だから特別に僕が教えてやるのだ。よろしくお願いします。事件の詳細の前に、まずは犯人である山上徹也の生い立ちについて説明するのだ。警察官として要人の警護に関わっているズンダモンは、同じ部署に移動してきた新人の指導係となり、この部署が発足するきっかけとなった安倍晋三銃撃事件について解説します。日本を震撼させた大事件の犯人である山上の生い立ちは非常に悲惨なものでした。山上は1980年生まれで、家族構成は父、母、兄、妹の5人。母方の祖父が建設会社を営んでて、父親もそこで働いてたんだけど、山上が4歳の時に父親が過労とアルコール中毒でうつ病になって自殺してしまったのだ。え、4歳で父親が自殺なんて、かなり辛い記憶でしょうね。うん、それにタイミングも悪かったのだ。山上の兄は生まれてすぐにリンパ腫っていう病気が判明して以降、手術や治療を受けてたし、山上の父親が亡くなった時、母親は妊娠してた。そして父親が亡くなった翌年に妹が生まれたのだ。重病を抱えた兄と生まれたばかりの妹、一家の大黒柱を失った山上家はどうやって生活していたんですか？母親の実家に戻ったみたいだよ。それから亡くなった父親の兄であるおじも援助してくれてたらしい。このおじは山上の妹が生まれた2ヶ月後の1985年4月頃からしばらくの間、毎月5万円ほど仕送りしてくれたんだって。金銭的にも援助してくれる親戚がいたんですね。うん、だけどこの後山上家は破綻してしまうのだ。父親の自殺をきっかけに母親の実家へ身を寄せた山上家は、父親の兄であるおじからの金銭的な援助を受けていましたが、その生活は次第に崩壊していきます。遡ること約30年前の1991年。ただいま。あれ、母さんはどこ？朝からどこかへ出かけたよ。そっか、兄ちゃんは病気だし妹はまだ小さいのに、母さんは僕たちを置いて出かけることが増えたよな。ただいま。あ、おかえり。どこに行ってたの？最近外出ばっかりで兄ちゃんや妹の世話を全然してくれないじゃん。いろいろと忙しいのよ。山上が11歳になる頃、母親は子供たちを残して頻繁に出かけるなど育児放棄状態になります。それは母親がとある教団に入信したからでした。なお、この教団について入信当時の母親は友人に次のように語っています。年老いた母が亡くなって、間もなく夫も自殺してしまった。家庭がうまくいかなくて本当に苦しかったの。この教団はそんな私を救ってくれたのよ。初めて教団のビデオを見た時は涙が止まらなかったわ。精神的な支えだった実母を亡くした後、夫も失った山上の母親は心の拠り所を求めていたようです。しかし、母親が教団に入信したことにより山上家の運命の歯車は狂っていきました。何かを信仰することがその人にとってプラスになる場合もあるけど、山上の母親の場合は教団へ熱心になりすぎちゃったのだ。なんと、最初に2000万円、その後間もなく3000万円、3年後には1000万円と、短い期間に6000万円も教団に献金したらしい。6000万円も？山上家の生活はおじから金銭的な援助を受けないといけないほど困窮していたんですよね。一体どこにそんなお金があったんでしょうか？自殺した山上の父親の保険金だよ。なんと保険金の全額を教団に献金したらしいのだ。え、
遺族のための保険金をそんな風に扱うなんて、高額献金が社会問題になっているって聞いたことありますけど、本当にこんな話があるなんて。自殺した山上の父親の保険金は大黒柱を失った山上家の生活費になるはずでしたが、なんと母親がその保険金の全てを教団に献金してしまいます。それでも山上家は叔父の援助のおかげでなんとか生活できていましたが、山上が14歳の頃についに山上家は破綻を迎えてしまいました。1994年。亡くなった弟の代わりに、弟の家族をなんとか支えたいと思って仕送りを続けてきたけど、どうやら弟の妻がよくわからない教団に献金しているらしい。本人に聞いてみるしかないな。もしもし、どこかの教団に献金してるって話を耳にしたんだが本当なのか？そんなことのために援助しているわけじゃないんだぞ。ごめんなさい、でもどうしてもお金が必要なの。これからはもう少し多く、援助してもらえないかしら？弟が亡くなって生活が大変だろうと思って仕送りを続けてきたんだ。仕送りをしても教団への献金として流れてしまうなら援助は打ち切らせてもらう。献金の事実を知ったおじは激怒し、金銭的な援助の打ち切りを決断します。その後も山上の母親はおじにお金を貸してくれと何度もすがりついたようですが、親戚をはじめ友人にもお金の無心や教団への勧誘を行っていた母親は、次第に周囲から孤立していきました。そして、母親は教団にますます依存するようになり次々と問題を起こしてしまいます。信仰にのめり込んでしまった山上の母親は、この後もさらに高額の献金を続けたのだ。まだ献金を続けたなんて、どこからお金を工面したのか不思議です。それが、1998年には自分の父親である山上の祖父の土地を勝手に売却して献金。その直後に山上の祖父が亡くなると、娘である山上の母親は相続した建物なんかを売却して献金。さらに自分たちが住んでた家も売却して献金しちゃったのだ。これらの献金額は4000万円に上るらしい。山上の母親は入信後、最初の3年ほどで6000万円献金してましたよね。わずか10年程度で1億円以上献金しているってことですか。保険金も遺産もどんどんつぎ込むなんて、信じられないです。山上の母親は自分の夫の保険金を献金してしまっただけでなく、自分の父親である山上の祖父名義の土地を勝手に売却して献金してしまいます。このことに激怒した山上の祖父は娘である山上の母親に教団の脱退を迫りますが、そのわずか2ヶ月後に他界してしまいました。そして献金問題のため金銭的な援助を打ち切ったおじは山上の祖父の他界を機に仕送りを再開します。しかし、山上の母親はこのような状況でも献金をやめることができず、おじの仕送りを受ける裏で遺産や自分たちが住んでいた家まで売却してしまいました。このように非常に過酷な環境で育った山上ですが、なんとか自分が敬米を支えようと努力していたのです。山上はほとんど家にいない母親の代わりに家事をこなし、重病の兄や妹の面倒を見ながら勉強も頑張って、高校は奈良県内でトップクラスの進学校に入学したのだ。そして高校時代は成績優秀でスポーツもできる、おとなしくて優秀な生徒だと評判だったらしい。ただ経済的な問題から大学進学は諦めなきゃいけなかった。それで叔父に費用を工面してもらって消防士になるための予備校に通ったのだ。きっと消防士になって重病の兄や妹を支えたかったんでしょうね。だけど山上が強度の近眼だったのがネックになったのか、何度試験を受けても筆記試験は通るのに最終的には合格できなかったのだ。厳しい家庭環境の中頑張ってきたのに努力が報われないなんて辛すぎます。その後の山上はどうなったんですか？見かねた氏が山上にいろいろ世話を焼いてくれて、親戚のつてもあり、2002年8月に海上自衛隊の佐世保教育隊に入隊。3ヶ月後に後の海上自衛隊基地の実習部隊に配属されて、自衛官としての人生が始まったのだ。自衛官だなんて立派じゃないですか。それであれば生活を立て直せたんじゃないですか。いや、確かに山上は自衛官になって自立したけど、山上が自衛官になったのと同じ2002年に高額献金が原因で母親が自己破産してるのだ。そんな状況だから山上の兄弟は食べるものもなかったようだよ。山上は自衛官として自立しますが、母親の献金の影響で敬米の生活は破綻したままでした。このような状況の中で、山上の兄は唯一頼れる叔父に助けを求めます。2004年。もしもし、電話なんて珍しいな。どうした？おじさん、母さんが韓国に行ったきり、帰ってこない。食べ物が尽きて、もう何日も食べてないんだ。自分は症状が悪化して働けるような状態じゃないし、妹も高校を辞めてバイトしてるけど、とても生活できない。お願いおじさん、助けて。なんだって？すぐに行くからな。
山上の母親は教団本部がある韓国へ行くことも多く、残された重病の兄と高校生の妹は食べるものにも困るような生活を送っていました。そして、追い込まれた山上の兄からの電話で事情を聞いた叔父が急いで駆けつけると、家の中は乱れ冷蔵庫の中は空っぽだったようです。その後、叔父が教団に山上の母親の献金の全容について問い合わせますが、教団は取り合ってくれなかったようで解決の見込みはありませんでした。そして、後にこの経緯を K-Mayから聞いた山上は家族を救うためにとんでもない決断をしてしまいます。2005年2月。職場でもトラブル続きだし、K-Mayの生活も困窮してるし、何もかもうまくいかない。教団のせいで人生も家族もめちゃくちゃだ。俺の保険金で、兄ちゃんと妹を助けよう。これを飲んで、俺の人生は終わりだ。山上は生活に困っている兄と妹に自分の死亡保険金を渡そうと、自衛隊の下宿でベンジン 50ml とアルコールを飲み自殺を図りますが、なんとか一命を取り留めます。なお、この時、山上の母親は教団の本部がある韓国で修練を行っており、山上の自殺未遂の知らせを受けても帰国することはありませんでした。その後、山上家と教団は返金に関して協議し、約10年間で計5000万円が返金されることになりますが、返金が終了し、再び生活が困窮し始めた頃山上の心が壊れてしまう最悪の悲劇が起こります。2015年11月。なんで兄ちゃん死んだんや、アホやな。生きてたらええことあるのに。普段ほとんど感情を出さない徹夜が泣き崩れてる。当然か、兄ちゃん大好きだったもんな。いろいろあったけど、徹夜ならきっと大丈夫だ。なんと闘病を続けていた当時30代半ばの山上の兄が自殺します。なお、K-Mayを大切にしてきた山上は兄の葬儀で号泣していたようです。そして、このことが原因で山上は恐ろしい計画を立てることになるのです。山上は自殺未遂した後任期満了に伴って自衛官を退職して、測量司法や宅地建物取引士なんかの資格を取得してる。きっと、なんとか人生を立て直そうとしてたのだ。でも、兄の自殺によって山上は希望を持ち続けることすらできなくなったんじゃないかな。そうだったんですか。ここまでの話を聞いて、山上に同情できる点はありましたけど、なんで山上は安倍元首相を狙うことになったんですか。山上は自分の人生が教団によってめちゃくちゃにされたと恨みを募らせてて、最初は教団のトップを襲撃しようとしてたのだ。事実、2019年10月に愛知県国際展示場で開かれた工場文化祝福フェスティバルに教団トップが来ると知り、火炎瓶を持って会場に入ろうとしたけど、信者以外は入れなかったから断念してる。やっぱり教団のトップを狙っていたんですね。もっとも、この時失敗したのが致命的だったようで、その後のコロナ禍によって次のチャンスはないと確信し、標的を変えたらしいのだ。それで安倍元首相を狙ったんですか？この時点では決めてなかったとは思うけどね。いずれにしても山上は、2021年3月頃に自宅とは別に家賃約2万円のアパートを借りてて、後にその目的は、火薬を乾かすためだったと供述してる。その時点で何かをするつもりで準備してたってことですね。そして、その標的として安倍元首相を選ぶにあたり、決定的だった出来事がある。それが2021年9月12日に行われた教団の世界大会。この時、安倍元首相がリモートで登壇して教団トップを褒めたたえたのだ。そのビデオメッセージはネット中継のみで、アーカイブすら残ってないんだけど、これを見た山上は教団と安倍元首相に繋がりがあると考えたらしい。兄の自殺が引き金となって徐々に歯止めが効かなくなってしまった山上は、母親が多額の献金をした教団のトップを直接襲う計画を企てますが失敗します。時勢もあり、もう教団のトップは襲えないと判断して次の標的にしたのは、かねてより教団との関係が噂されていた安倍元首相でした。そして、そのための準備を着々と進めていくのです。山上は2021年3月から借りてたアパートを経済的な事情から9月に解約。それでも火薬を乾かすことを諦められず、11月から翌月にかけてガレージを借りたのだ。そして2021年春から作り始めた銃が2022年春頃に完成。こんな感じで着々と準備を進めてたんだよ。その間の生活はどうしていたんですか？アルバイトや派遣社員として職を転々としてたらしい。2022年4月半ば頃には派遣先の京都府内の工場に来なくなり、後に胃がん退職。その後派遣先の大阪府内の会社で働いてたけど6月上旬に退職し、それ以降は無職だったのだ。事件当日まで1年以上無職だったってことですか？よくそれで犯行の準備をしながら生活できましたね。事件当時、消費者金融とか少なくとも数十万円の借金を抱えてたから、借金を繰り返してなんとか生活してたのかもしれない。
事件前の山上について会社の元同僚は次のように語ります。山上は、うちの会社で2020年10月からフォークリフトで製品の積み下ろし作業をやっていたんですけど、入社して半年ぐらいは問題を起こさず、真面目に働いていました。ただ、2021年4月頃からは不平不満を漏らすようになったんです。注意すれば怒って睨みつけてくるような人で、怖かったですね。山上の勤務態度は真面目だったものの、人間関係には問題があったようです。また、山上が住んでいたマンションの住民は次のように語ります。事件の1年ぐらい前にパイプを切るような音が夜遅くに聞こえてきたんです。私は職業柄そういう音をよく聞いているんですが、夜中のマンションでそれが聞こえるのはおかしいなと思って、別の住民がクレームを入れたようで、管理会社が住民に向けて注意の張り紙を貼っていましたけど、今思うと、あの時の音は銃や爆弾を作っていたんじゃないかって。あと、事件の数日前に山上さんとすれ違った時、挨拶したのに無視されたのが記憶に残っています。挨拶も会釈もなくて、悲壮感というか、怒っている印象を受けました。まるで他に人がいないような、自分だけの世界みたいな状態だと感じましたね。このように自宅で犯行準備をする中で周囲からも不審に思われていた山上ですが、その情報が事前に警察に伝わることはありませんでした。山上がどんな風に生活していたのか、なんとなくわかりました。それにしても、結構目立つことしてるのに警察からはマークされてなかったんですね。警察への通報はなかったからね。犯罪組織に属しているわけでもなく、人知れず過激化して犯罪を起こすような人は見つけづらいのだ。警察庁ではこういった人間をローンオフェンダーと呼んでて、犯行の予兆を把握できないこともあり、治安上の脅威だとして近年問題になってるのだ。確かに難しい問題ですよね。事前に察知することができず、事件当日を迎えてしまったわけですから。僕も現場で警備に当たってたんだけど、本当にびっくりしたよ。そうだったんですね。現場はどんな感じだったんですか？事件当日は第26回参議院議員通常選挙の選挙期間中で、安倍元首相は連日応援演説を行っている最中だった。大和西大寺駅北口のガードレールで囲まれた台形のエリア内で演説台に立ってて、僕は演説台から少し離れたエリアにいたからあまり詳しくは知らないけど、本当に一瞬の出来事だったのだ。2021年から着々と犯行の準備を進めていた山上はついに運命の日を迎えてしまいます。2022年7月8日11時31分。であるからして、彼はできない理由を考えるのではなく。何の音だ？山上は、たすきがけの黒いカバンから筒状の銃身を粘着テープで巻いた手製の銃を取り出し、演壇に近づきながら安倍元首相に照準を合わせて発砲します。この時、山上は走り出してから 9.1 秒で発砲し、その 2.7 秒後に再び発砲したことが分かっています。直後の11時32分に山上は殺人未遂の現行犯で逮捕されたものの、2発目が安倍元首相の首の右前部と左上腕部に命中していて、間もなく意識不明になりました。救急病院に搬送され5時間以上治療が行われましたが、17時3分に死亡を確認。こうして、安倍元首相は最悪の結末を迎えてしまいました。この事件をニュースで知った時はびっくりしましたよ。厳重な警備の中こんな犯行が、って。厳重な警備、か。僕も当事者の一人として耳が痛いんだけど、明らかに問題があったから非難されてるんだよ。事件当時の警護、警備について奈良県警本部長は事件翌日の会見で次のように語ります。警護、警備に問題があったことは否定できません。本部長として痛恨の極みで、27年余りの警察官人生で最大の開墾です。本当に申し訳ありません。具体的な内容については、今の段階では差し控えますが、警護の体制か配置状況なのか、ここの警護員の能力なのか、様々な問題点を早急に確認し、対策の見直しを図っていく必要があります。このように奈良県警本部長も事件当日の警護、警備に問題があったことを認めており、後の検証ではずさんな警備の実態が明らかになりました。事件当日の警備、警護にはかなり問題があったのだ。まず、応援演説をする場所の中でも極めて襲撃しやすい場所を選んでしまったこと。警備がかなり難しい。360度周囲を見渡せる場所だったし、安倍元首相は選挙カーにも乗ってなかったからね。まあ、平和な日本で政治家が襲われるなんてこと、まずありませんからね。そういう油断もあったのかもしれない。山上が車道を横切り、発砲するまでに要した時間はおよそ10秒なんだけど、その間、安倍元首相の背後はガラ空きだったし、本来守られるべき要人警護マニュアルも守られてなかったから隙が生まれてしまった。
事件直後に山上のことは取り押さえたけど、安倍元首相を守ることはできなかったのだ。なるほど。取り押さえられた後の山上は何を語ったんですか？逮捕後の取り調べの映像があるから一緒に見よう。事件が起きた7月8日以降、山上は取り調べに応じ動機について次のように証言します。安倍元首相が教団のトップを称賛するビデオメッセージを見て、安倍元首相と教団にはつながりがあり、教団の教えを日本に広めたと思いました。だから絶対に殺さなければいけないと確信したんです。直接教団を狙わずに安倍元首相を狙った理由は？本当は安倍元首相ではなく、教団のトップを撃ちたかった。でも教団の本部は韓国にあって、トップはコロナで日本に来ないから深い関わりのある安倍元首相を撃ちました。そうか。その教団を恨んでいる理由は何ですか？母が教団に多額の献金をしたせいで難病の兄が十分な治療を受けられず、苦しんで自殺しました。それに自分も大学に行くことができなかった。いつ頃から安倍元首相を襲う計画を立てましたか？今年の6月22日に参院選が公示されて、安倍元首相の遊説スケジュールも把握していたけど、この時はまだやるつもりはなかった。その後何度かスケジュールを確認していたら7月7日に実行可能だと気づいたので計画の実行を決意しました。7月7日。つまり、今回の事件の前日ですね。その日も別の場所で安倍元首相を狙ったのですか？今回使った銃とは別の銃を持って19時に岡山で安倍元首相を襲おうとしたけど、その時は手荷物検査などがあったので近づけませんでした。もう金もないし7月中には死ぬことになると思って、その前に安倍元首相を襲うと決めてたのに、そう思って諦めかけていたら、7月8日の安倍元首相の遊説先が長野から奈良に急遽変更されたことを知ったので襲うことにしました。山上は自民党のホームページで公開されていた安倍元首相の遊説スケジュールを何度も確認し、計画を実行に移していたのです。また事件前日にあたる7月7日の4時頃に、奈良市内の教団建物に自作の銃の試し撃ちを行ったと見られていて、壁面などに痕跡のような穴が6カ所確認され、弾丸のような金属片も発見されています。なお、山上の自宅からは作りかけも含めた7丁のお手製の銃や爆発物が発見されており、ネットで調べて作ったと供述しています。なるほど。そういう経緯で山上は安倍元首相を襲う計画を立て、それが成功してしまったのか。なんというか、本当にいろんな偶然が重なって起きた事件だったんですね。そうだね。事件の影響は大きく、被害者が政治家、それも元首相だったこともあって国内は騒然としたのだ。各国から弔問を希望する連絡が相次いだこともあって、戦後2例目となる国葬を行ったんだけど。確か、それも賛否両論あってかなり騒がれましたよね。これだけの罪を犯した山上は、どういう罰が下されるんでしょうか。動機が動機なだけに、かなり難しい判断になると思う。山上の行いは絶対に許されないものだけど、その境遇には同情の声が多く寄せられてるのだ。これまで説明してきた通り、山上は過酷な人生を送ってきたことが分かってる。同様の被害を受けている人は大勢いて、みんな共感してるのだ。同じように苦しんでいる人がそんなにいるなんて。山上の元には服や菓子などの差し入れがひっきりなしに届き、現金も100万円以上届いてるらしい。2023年6月12日には、山上の刑を軽くするよう求める1万3000人分の署名が奈良地裁に届いてる。いかに山上が同じ境遇の人々から支持されてるかがわかるエピソードなのだ。それはちょっと危険な流れな気もしますが、山上の生い立ちは確かに悲惨ですが、その行いは許されるものではありません。確かにね。山上は殺人罪のほか、建造物損壊や銃刀法違反、武器等製造法違反などでも起訴されていて罪は重い。でも裁判では惨状の境遇など、情状面を踏まえた量刑が争点になると見られてるのだ。まあ経緯を知ると、納得できる部分もあります。それでいつ頃、刑が確定するんでしょうか。2024年2月時点では、第1回目の公判前整理手続きが行われたのみで、その後の日程は明らかになってないのだ。これからも注目していくほかないってことですね。今回の事件は犯人が悪いのはもちろんだけど、社会全体の問題でもある。それに、警備、警護の問題点も明らかになった。同じような事件が二度と起こらないよう、警察庁や関係機関と協力して万全の警護をするために、僕たちが働く経営、警護室が発足したのだ。事件の詳細や経営警護室の役割が理解できました。これから自分も頑張ります。今でも、山上の元には全国の苦しむ人々から自身の境遇を伝える手紙が届いています。親の献金でお金がなくなって、これからどう生活すればいいのかわからない。このような、切実な思いが綴られた手紙を読んで山上は心を痛めているようです。また、SNS 上にも様々な意見が上がります。
山上がしたことは許されないけど、老いたちには同情する。毒親に育てられている身として、気持ちはよくわかる。借金、自己破産、家庭崩壊を経験してきた自分からすると、失礼だけど共感してしまう。このように、山上の犯行動機については同情や共感の声も多数ありました。山上家を長年支援し続けてきたおじは事件を受けて次のように語ります。私は徹夜の母親を責めていません。徹夜の母親は、自分の母の死や夫の自殺、長男の病気も重なって、教団にすがるような思いだったのです。徹夜の母親が教団を脱退することはないでしょう。それは、徹夜の母親が生きていく上での拠り所を失うことになりますから。私は今後も徹夜を懸命に支えていきます。徹夜は私の弟の子供ですからね。これが奈良県奈良市で実際に起きた安倍晋三銃撃事件である、歴史に残る大事件ですが、犯人の境遇に多くの同情や共感が集まっているのも事実で、この件がきっかけで、2024年2月現在教団の解散命令が地方裁判所に請求され手続きが進んでいます。しかし、どのような理由があろうともこのような暴力は決して許されません。被害に遭った安倍元首相のご冥福をお祈りするとともに、社会問題となっている、こういった教団の被害者が救われることを願い、本事件の紹介は終わりとする。